リントブルム、アタッカー。リントブルム、ナッター。合体合体完了ガンダム、リントブルムだおめちゃくちゃかっこいい。覚悟を動かして、アクション僕、このブルーのビームサベルがめちゃくちゃ好きです。ハイヒールなだけあってね、結構でかいよね。違うんだよ、母ちゃんボタ,タファの。 スインプラを崩せどうかおもろ皆みなさんこんにちはおたほです今日組むキットはこれだプレミアムバンダイ限定リボーンハレッ0 1 0 0分の1スケールガンダムリントブルムだ <laughs> おー全国のガンゲロン集結せよ今日はね、これを僕と一緒に組みましょうどうぞ最後まで見てくださいはーリントブルム。これね、 わかりやすく言うと、あの、僕も過去にレビューしたんだけど、同じくリボン100のバウ。あれが、いわゆるなんかちょっとこうガンダムになったような、ゼータガンダムになったようなね、かっこいいやつです。これ分離変形合体機構がある。最高じゃない <laughs> あの、昔 SD ガンダムで展開されていた、ガンセイバーゼ,ゼータっていうのがあって、それをね、彷彿とさせるかっこよさです。だからなんか、 世代によってうん、そういうのもあるかもしれないけど。ああ、なんか、なんか僕はね、めっちゃかっこいいなと思いました。早速開けましょう。あ、ごめん。なんかね、郵送箱にこれが入ってました。多分なんだけど、あの、アーケードゲームでのやつがね、多分今度新しく始まるのかな。エールストライクガンダムのね、カードも入っていました。<laughs> まあ僕、普段そういうアーケードゲームとかやんないからあれなんだけど、うん。まあそういうのがね、入ってましたね。じゃーん おー、フルカラーの、あ、フル、なんだっけ、色プラになってますね。ちょっと見ていきましょう。えー、関節の部分はね、ダークグレー。んで、あとブルーのね、色味は結構いい感じですね。なるほど、こんな感じです。他にも色プラがたくさん入ってますね。レッド、ホワイト、えー、オレンジですね。これね、オレンジにクリアグリーン。 そういった感じですね。まあ、元がリボンハンレットなんで、大きさは100分の1なんだけど、そんなに大きく、あの何、なにあの、複雑な感じではないかなと思います。これ見えるでしょうかバウ。だからそのバウのキットも結構入ってるんじゃないかなと思いますね。新しいのや、以外にね。お、サーベルはブルーですね。お、これもバウだな。うん。ほう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 。 ああ、オレンジですね。これもバウだな。<laughs> あ、バウのパーツ結構あるんじゃないかな。あ、これもバウだなおう。どんな感じになるんだろう。めっちゃ楽しみ。キットは以上です。リボン100割とサクサク。あ、フルカウラ来た来たこんな感じ。<laughs> これかっこいいよ。ああ、いいね、いいね、いいね。こういう感じになるわけですね。あの、こうバッテンが書いてあるやつは、これバウじゃないから。 これ使いませんよっていうやつですね。まあ、説明書を読みながら、こう、じっくり組んでいきたいです。ああ。やばいこれだ。これ、リントブルムアタッカー。リントブルムナッターという感じですね。いや、もう本当に気候はバウなんだけど、ガンダムというね。ああ、こういうのいいじゃん。組み応え的には、なんていうのかな、こう、ざっくり言うとね、ハイグレードみたいな感じですね。結構ね、サクサク組めるのが楽しくて、僕はすごく好きです。 まあ今こうざっと見てきたけど、あっという間に、ね、ボディはもうこれで完成です。で、あとは武装などをね、組んでいくと。で変形機構が書いてあります。やーべー。というわけでね、僕はあの、パチ組みで、えー、ちょっとこのギミックを楽しみたいんでね、えー、パチ組みにちょっと簡単に仕上げするかもしれないですね。8割ぐらい、あ、どっちかにこう先に分離状態から見るちょっと分離状態から見ようよ。えー、分離した2機の目カ組み上がると、こうなります。 ああ、できました。できましたね。ここまで、えー、基本的にはプレーンで組み、えー、部分的にね、墨入れとか、ちょっとグレーを中心に部分塗装を施した。まあ、ほぼプレーンなものですね。ゆっくり組んで4時間ぐらい、うん、全部合わせて4時間ぐらいでできちゃいました。さあ、それではね、見ていこう。まずね、水転写式のデカール。今回このデカール、すごいデザインかっこいいですね。それから、プラスチックステッカーというのも入っていました。これ珍しいよね。プラスチックになっています。 これはパーフェクトグレードのアンリーシュドに入ってたようなやつになっています。センサーのやつ。これできれば、あの、頭部のね、あの,目の、目に当たるね、メイン、あの、カメラの部分。あの、ツインアイにもね、これでやってほしかったなというところがあります。うん。まあ、ステッカーでね、えー、目の部分と、あえー、銃のあセンサーになりますね。それからビームサーベルのエフェクター、ブルー。それからアタッチメントパーツ。これは、こっちを、 プラス、えー、ガンダムになった時用ですね。それから、えー、手首パーツ。で、これは武器持ちて。といった感じですね。さあ、お待たせ。2機のメカをね、じっくり見ていきましょう。えー、これが、リントブルムアタッカーと言います。はあ、こんな感じ。僕、これの何が好きって、この頭部頭部がなんか、ちょっとこう隠すように、こう埋まってるのところが、さっき言ったそのガンセイバーゼータみたいな感じで、 めっちゃ気に入っています。実際バウもこういう感じでね、頭部を沈み込ませる感じなんだけど、よくできています。で、これやっぱりさすがだなぁと思ったのは、その元のバウからね、パーツを流用しつつ違うところに組み込んでるとか、そういったところの、あの、そういうところを見るのも面白いんだよね。このプロペラントタンクとか。うん。あとでね、ちょっとバウ出すんだけど、どこにどういう風に配置されてたか見るとわかる。面白いですねー。で、 えー、リントブルムナッターと言いますね。アタッカーとナッターです。これはスタンドに、えー、セットされてますね。こういうやつ。なんで2つディスプレイスタンドにセットされてないかっていうと、1個しかなかったからです。<laughs> こんな感じになってますね。ちょっとこれも見ていこう。うん。これ何がいいってさ、え、これで飛ぶのっていう。だけど、うん。これはこれとしてね、メカで、えー、メカになってるってとこがいいよね。なんかこう、シューティング、見ようによってはなんかこう、80年代のシューティングゲーム感が。 あってね。うん、いいな。これで飛ぶ、飛ぶんだっていうところがなんか、ロマンがあっていいね。こんな感じになっています。これもね、ちょっと、うん、違いがあるかなという感じですね。裏側から見るとこんな感じ。それから、バウともね、比較しよう。バウアタッカー。これはシールドがね、後ろのところについてるのに対して、こう横に。今回のリントブルブは横についてたりだとか、テールスタビライザーがついてたりとかね。で、さっき言っていたこのプロペラントタンクは、これはね、ここに、 同じ造形のものが2つついてるとかね。よーく見るとね、その辺の違いも面白いです。それから、バウナッター。ここにね、ウィングがあります。で、リントブルムはこのようになってて、足の造形がちょっと違うんで、うん、ここがちょっと違うかなという感じですね。裏側から見るとこんな感じ。細かい部分で違いがあります。さあ、お待たせ。それではね、早速合体させよう。合体 今回のガンダムリントブルームオタファテクニカルレベルズバリ4。まあバウと同じですね。というわけでね、えー、ゆっくり行きましょう。まずは足を出す。せーの。こう,こうするとね、出てきます。そしたら、あ中のね、軸がちょっとわかりづらいんだけど、こういう機構になってて、この軸をこう移動させるような感じですね。で、ヒールを展開。このようにします。反対側も同様。 そしたら、正面がこっちです。片側ずつ。このように行えば、これでね、立ちますね。さあ、そしたら、腰回り、えー。サイドスカート。これはボールジョイント接続なんで、下に傾ければ。これで、えー、ナッターのね、合体準備完了。そしたら、アタッカー。まず、えー、シールド外します。で、ちょっとお見せしたいのが、えー、手首パーツなんだけども、ここですね。 手首、ここ反転します。ここを反転させると、こう、ジョイントが出てくるんで、で、ここに手首つけると。あの、ガンダムのさ、モビルスーツ、あの、変形した状態でもさ、手首ついたままのやつもあるよね。僕はこれで全然遊ぶよ。<laughs> これをし、ておけば完全変形です。まあ、手首、外したくない人はぜひやってみてください。腕の軸をこう、起こしつつ、こうね、肩を、このように展開して、 前方に持ってきます。反対側もどうよ。こうですね。ビームライフルを外す。ここですね。えーとね、こう指とかで。こうやって引っ張ってロック外してください。結構硬いから、うーんってやってさ。プラモデルの可変って結構さ、シビアじゃない気をつけてください。で、あとここをスライドさせると。これもゆっくり行ってください。ゆっくり引き抜くように。 軽く力を入れてちょっとずつ、こうやって引っ張ると取れます。そしたら、このパーツを、こう前方に持っていきつつ、これ押し込むと、せーの。頭部がね、出てきます。そしたら、えー、今度は機種を折りたたむ。クランク状に畳むという感じですね、こう。畳んだら、このままここで畳み、ここでロックできます。こうですね。 そしたら、このバックパック周りですね。テールスタビライザー。この辺も根元が稼働します。こういう感じで倒しつつ、ここはここでね、独立して動くんですね。こういう感じ。で、プロペラントタンクも、こう下げて。で、この端のところ。これも形を整えて。で、えー、最後にウィング。ちょっと待ってね。うん、ここ。この軸を使って。 このようにウィングを伸ばすと。ごめん、外れた。<laughs> よいしょ。そしたら、ミサイル。ミサイルの角度を、こういう風にします。そしたら、肩アーマー。肩アーマーを上に上げるとき、いろいろと干渉するんで、こういう感じでね、こう、どかしつつ、こう上げてください。そしたら、腕の形を整える。まあ、こうでもいいし、まあ、こうでもいいしね。まあ、この辺は、おなじみというか、好きなようにやってください。で、手首を整えれば、これで肩が完了なんです。そしたら、 反対側も同様の工程を行えばこれで合体準備状態完了こうやってね合体していきますでこれのコツなんだけどこういうゼータガンダム系ってここを動かして合体させるようなイメージあると思うんだけどこのバウはねここなんですね後ろここのクリアランスをこうスライドするんで確保しっかりしっかり確保しておきながらこっちはちょっと干渉するんで こうやって、ね、下げておくんですね。で、こう、差し込みます。まあ、中見えないんだけど、あの、なんていうのかな、この先端のところにね、差し込むジョイントがあります。見えないんだよな、これ。<laughs> まあまあ、あの、見てるとね、なんとなく分かるかなと思います。こうやって、あの、干渉に気をつけながら、こうやって押し込んではめていきつつ、このさっき言ってたところ、ここで、後ろからロックするような感じになります。邪魔だったらね、スタビライザーこう、どかして。 背負い物をちょっと溶かしつつやるといいですこうそしたら最後にこのパーツを倒せば合体完了ガンダムリントブルメだおめちゃくちゃかっこいいかっこいいよねちょっと手で持ってみようほう組んでる途中はもう本当に最初バウを組んでるなっていう感じだったんだけど 要は、組み上がるとガンダムができているという面白い感覚でした。もうデザインはもう本当に、なんていうのかな、こう、ゼータガンダムを彷彿させるようなあ、特にこの辺とかね、頭部含めてそういったものを彷彿させるんだけど、基本的にはバウなんだよね。面白い。横。うん、このウィング、ウィングがね、かなり主張しています。で、このカラーリングもすっごいいいよね。後ろから見るとこんな感じです。 ちなみに、ガンダムリントブルブ、特徴としては足がハイヒールのスタイルになっています。ハイヒール系のやつって立たせるの結構大変だったりするんだけど、これ可変ギミックがありましたよね。こうやって動くやつ。これ中を引き込ませられるんで、こっち側にね、重心が行くように、しっかりし,あのしてあげるとちゃんと立ちます。普通に全く問題なく立ちます。ちょっと近くで見ていこうか。まずは上半身。 いいね。もう本当にこう見ると、あれこんなゼータガンダムのバリエーションあったっけみたいなああ。もうまさにあの顔がゼータガンダムなんだけど、これがめちゃくちゃいい顔してるんです。かなりツインアイは奥まっていて見えづらいです。がああ、中でね、はっきりとこのブルーグリーンのツインアイが確認できるかなと思います。日差しがね、結構こう、なんていうのかな、こう深い。うん、深めにこう、なってるから。 目を確認しづらいんだけど、めちゃくちゃいい造形の頭部なんだよね。こんな感じです。で、それからセンサーのところ、ここと、あとこの額のところと、まあ、後ろはプラスチックステッカーですね。さっき言ってたやつ。うん、ここもキラッと光っていいなと思いますね。胸部。ここら辺は贅沢アンダムに見えるけど、バーウだったりとかしてね。<laughs> で、あの、ところどころで、あの、パーツが違うという感じです。そこが面白い。肩。ここもね、心臓のパーツとなっています。 ここら辺はね、全部バーウです。あ、で、手首が今回新しくなってるね。あとはサイドスカートとか、この辺とかね、合体のジョイント周りとかも変わってたりとかします。だから結構違うんだよ、母ちゃんです。うん、より、なんていうか、こう、ガンダムっぽくなってるという感じかな。足周り。で、さっき言ったようにね、ハイヒールタイプになっています。<laughs> めちゃくちゃかあーっとごめんなさい、ここもら辺とかね、うん。まあ、よーく見ると結構変わってるんだよなーっていう感じ。すごいいです。 プロペラントタンクとかね。うん。ちょっと間に1個かましてさらにこう大きくなってるとか、スタビライザーも、まあ自分の角度、好みでね、こういろいろできるとか。いや、いいよ。これ何がいいって、ちょっとこう、テイスト的にはね、80、あの90年代の、僕が子供の頃に憧れたリアルガンダムみたいな感じなんだよね。ちょっとうまい例えが見つからないんだけど、うん。なんか元祖で、 元祖とか BB 戦士とか SD で慣れ親しんだ人がなんか憧れるリアルタイプガンダムみたいな感じでこの変形ギミック含めてねすっごい気に入っていますちょっと今回可動範囲は省略しますほぼバウと同じです武装まずシールドは造形このようになっていますでビームライフルはグリップの部分を展開しさっきの合体ジョイントですねこれを反転させるとそうするとこのようになりますセンサーの部分シールですね シールでこのようになっています。ちょっとバウのやつとも比較してみようか。バウのやつこ、あ、ごめんなさい。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。よいしょ。うん、バウのやつと比較すると、これ面白いんだけど、造形同じに見えてここ、ここここがなんかこうチューブになってて、で、こっちはこう、あの、連邦のモビルスーツっぽいね。こうパキッとした感じのパーツに変わってるとかね。これ面白いなと思いました。そしてこれね。ネオジオングのマーク。これを取り、<laughs> なんかこのピンの受け音の穴があったりとかするんだよね。 ほんとよく考えられてる。でも違和感なく溶け込んでて、ここら辺とかね。うん、変わっていると。うん、こういうなんかリ、リデコ、リデ、リデコというのかなリ,、うん、リデコっね。うん、こういうの大好きですね。シールドは、こうじゃなくて、こうですね。反対側にして、バウアタッカーの時と、ちょっとっと、同じところに、こう噛ませると。カチッと引っかかります。じゃんビームライフルも手に持たせると、こんな感じですね。 いやすだちだけでもうんアクションさせなくてもこの巣立ちで十分かっこいいなこういうモビルスーツって一昔前だとさもう本当にガレージキットとかでしかさあ手に入らないようなあちょっと敷居が高いところじゃないと手に入らないような感じの造形なんだけども、うん、これがプラモデルで発売されたっていうのが本当にすごいなと思います角悟を動かしてアクションこんな感じでねかっこいいポーズを取らせることができます 何度か言っているこのハイヒールタイプのやつって設置性が、うん、バランス考えないと結構難しいんだけどそうだね、うんそう、うん、そうだね、特に、うん、問題なく、うん、かっこいいポーズ決まりますね。あとはリボン100といえばもともとあの手首がね穴が開いたの1個とかが多いんだけど今回のこれはあの専用のね握り手がついててしっかりとねホールドしていていいですね。いやしかしこれ本当目が見えないな。<laughs> でもこのぐらい奥まってた方がこう凶悪だよね。 実物をこう自分で見たりとかして、ちょっとこう上から見たりとかするとキラッと光ってね、目が見えるから、全然気にならないし、かっこいいですね。いいデザインです。さあ次ビームサービルを持たせました僕このブルーのビームサービルがめちゃくちゃ好きですあの、ちょっと脱線していいでしょうかあの、僕が小さい頃に組んだゼータプラスとか、 だからセンチネル系のね、スペリオルガンダムとかって、これ、ね、ビームサービルがブルーだったんですね。なんか、それがすごく子供の心に好きで、だからなんか、それも相まってね、このキットいじってると、どこかこう、懐かしさを感じますね。覚えたてのリアルガンダムって感じが <laughs>、蘇ってきます。さあ、そしたらね、最後は比較いきましょう。まずはガンダムでいくと、同じ100分の1スケールでも結構大きさが違います。 ハイヒールなだけあってね、結構でかいよね。さあ、そしたら今度はゼータガンダムとも比較してみよう。こんな感じとなります。キットとしてはバージョン2のやつですね。こうやって見比べるとどうだろうなんか、やっぱりね、全然違うんだけど、ゼータガンダムがちょっとこうベースになっているなっていうのがね、よくわかります。さあ、そしたらバウ。全然違います。あのー、そうだね。やっぱ頭部と色の力ってすごいね。 もうこれはガンダムにしかやっぱ見えないですね。なんだけど、まあ、さっき言ったように、ところどころで、あの、こっちのパーツがね、あの、大部分で使われてるんですね。よくできてます。横。ウィングパーツは同じです。そして後ろ。何度か言ってたこのプロペラントタンクを、ここに、よ、間に増設することによって、ここのボリュームも変わり、スタビライザーが増設されてるっていうね。うん。だから、ま、あそういったところが違うかな。 せっかくなのでね、ゼータガンダムも一緒に並べてみました。違うんだよ、母ちゃん。<laughs> まあ、これはどっちで言えばいいんだろうっていう感じだけどね。うん。まあ、てからこの3体とも全然違って見えますね。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回のプレミアムバンダイ限定リボン100、ガンダムリントブルムのレビュー、いかがだったでしょうかこう一緒に組んで、遊んで、楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。 もう兼ねてからのね、あの、古くからのファンの方はご存知だと思います。まあ、バウはやっぱりゼータガンダムに似てるんで、だからバウのキットを流用して、ちょっとミキシングしてゼータガンダムっぽいのを作るっていうのは結構流行っていました。お兄さんガングヤロの中にも、そういう風に足しなんだ人もいるんじゃないかなと思います。さあ、このキットのすごいところっていうのは、やっぱりこれを、それを公式でやったってところだよね。 <laughs> とにかくかっこいい。うん。だからそれもすごいっていうのももちろんなんだけど、僕、まあさっきも話したけど、なんかやっぱどこかこう懐かしい感じがするんだよね。で、僕が一番好きなタイプのプラモデルなのね。変形合体してかっこいいガンダムタイプっていう。あーで、なんかこうリアル、リアルガンダムを初めてふ触れた頃のような、 気持ちになれます。本当に童心に帰って楽しく組めました。僕は本当にプレーン、ほぼプレーンなパチ組みで、部分的に、まあ自分の好みでね、ちょっと、ちょっと、ちょっとグレーの色を部分塗装したとか、もう本当にそれぐらいです。ちなみに、こういう可変ギミックのあるプラモデルで、あこう遊びたい人はトップコートとか、あの、あまりたくさん塗装しない方がいいです。あの、塗装ハゲ、 が気になって多分、ちゃんと遊べないから。うん。でも僕はもう遊び方が自分で分かってるんで、もうほ、本当に部分塗装だけなんだけど。いやこれは、あの、正直、これ系のこう、リビルドするようなプラモデルで、これ一番気に入ったかもしんないなうん。あ、でもう、ちょっとう、う、嘘かもしんない。あの <laughs>、積んでるからまだ評価できないけど、うん、これめっちゃ良かった。とにかく僕は気に入りましたね。大満足です 今回の動画面白かったな、楽しかった。参考になったよという方、チャンネル登録と追加評価、ツイコリとどうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter、公式内アカウントがあります。お友達の追加もどうぞよろしく。あと、どんなことでも結構です。おタファー。リアルタイプ、ガンセーバーゼータみたいだね、とかね。ああ確かにこのバウの。 ああ公式公式でガンダムタイプやったのすごいよねとかね。あ,あ、もう俺全然よくわかんないけど、ただただかっこよくて、これ好きだなとかね。などなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。今後もね、いろいろガンプラ作っていくんで楽しみにしててください。それでは次の動画でお会いいたしましょう。お疲れでしょうほんとねー。 の収穫者よ「ミッションを繰り出せよ」「変形が与え」「憧れてた夢のトランシューストオン」チチ「わかったの秘密基地。